こんばんは。でもめっちゃ幸薄そう。ちょっと幸薄そうすぎ。こんばんは。ありがとう、遊びに来てくれて。こんばんは。うん、I love you、 ありがとう。ノーメイクです。あのお風呂入ってノーメイクなんですけど、あの本当に幸薄そう、ひどい。10ありがとう、ハートありがとう、ハートありがとう、待っててありがとうね、星ありがとう。お風呂入ったよ、ブログ見てありがとう。残念めっちゃ幸薄そう。あ、ありがとう、銃。あの、クマちゃんの銃。初見ですか？ありがとう。俺が幸せにしてやるよってこと？ありがとうね。バラありがとう。星ありがとう。ハートありがとう。幸せにしてもらおう。じゃあ。うん。今日ブログ上がった。バラありがとう。トートありがとう。結婚して。母のこと一番好きだよね。いいよ。星ありがとう、ラブレターありがとう、ハートもありがとう。こんばんは、こんばんは。今日も可愛いですか？本当に1年ショールーム期待してた。本当に毎日配信に余裕ができたらしだしたいな、ね、本当に。こんばんは、ハートもありがとう、ハートもありがとうね、ジュウありがとう。やばいんだけど、本当になんか本当に幸薄そうなんだけど、嬉しいような悲しいような。まあそうだよね、毎日配信の。え、でもさ、なんかメールの写真全部つけるはさ、なんかちょっと癖になっちゃったんだよね。え、それな、なんか今日さ、やつれてる花なんでしたまで読みました、ありがとうございます。ハートありがとう、ハートありがとう。レンズ目線で撮影がいいですか？そうしようかな。ハートありがとう。あと寝るだけで髪アイロンしなくても。いや、一応みんなに見てもらってるから、こういうのは始める前にやれってな。こんばんは。え、ね、具合悪そうに見えるね、わかる？それな。え、食べれば違うのよ、なんかよく変わんなくて。今日ちゃんとブログ上がった、じゃあありがとう。え、アイス食べましたよ今日ブログちゃんと上がったのを見てから食べました。ブログ上がった、よし、ピノ食べようってなってピノ食べました。ちょっと待って、リップつけたい、と思ってね。あった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 。まなちゃん釣り師、釣り師なの？そう、アイス解禁ですよ。今日なんかおばあちゃん家にご飯食べに行ってたのよ。そしたらなんか、そう、おばあちゃんがピノ買っててくれてて。下履いてるよ。そう。え、下履いてるよ。配信トラブル？こんばんは。アイスは毎、でも今お金ないから毎日も食べないかも。アイスありがとう。試合に紹介されてきてるんですか？ありがとう。誰かな？え？でもピノってあの箱のやつですよ。ハートありがとうね、いっぱい。ハートありがとう。パジャマ、うん、一応パジャマ。ハートありがとう、いっぱい。やあ、やあ。ハートありがとうね。だるまありがとう。アイス送ってくれるんですか？じゃあありがとう。こんばんは。
あとありがとう。箱の大きい、あの箱です。お、リークラッシュさんの周年ライブ見てきたんですか。いいですね。ハートありがとうございます。この読みに来てしまいました。嬉しいです、ありがとうございます。100個チャレンジですか。みんな食べれないんすよ。ハートありがとう。なんだっけ、だるまありがとう。いや、これはね、口紅じゃなくて、なんかなんていうのこれ、あのリップ、リップトリートメントみたいな。十ありがとう。ハートありがとう。50？きつくない？こっそり読んでみました。ありがとうございます、読んでくれて。こんばんは、こんばんは。薬用リップ、そうだね、あのこれ、ヤッホーヤッホー、こんばんは。ハートありがとう。結婚して、あ、昨日さ無視してた花、ごめんね。でも花のこと好きなのは分かってますよ。昨日のスクショタイム可愛かったよ。ありがとう。そう、唇荒れるの。配信終わったらブログ読みます。え、いつの間、そうです、いつの間に始めてました。10時半から予約入れてましたよ。配信終わったらブログ読み、ありがとう。リップ、これはね、友達からもらったんだよね。ノー、ノーネームのノーですか。ライブを、え、何のライブ。そう、これはなんか朝までこの状態で寝て、朝ティッシュで拭き取るの。あ、めっちゃ盛り上がった友達と。マジおもろかった。可愛すぎていつもスクショ忘れてしまいます。え、そうなの。え、いつも可愛いやつあげてくれてんじゃん。こんばんは、ジュありがとう。あ、サラが来ましたね。ハートありがとう。寝顔ちょっとやばいですね今日。なんかやばくない顔。こんばんは、すけね、本当に2回も送ってくれたのにごめんね。こんばんは。でも花が一番なんですか、そこは問題。あ、そうですそうです、お友達がなんかみんな優しいねって言ってました。ハートありがとうね。めっちゃノリよく、まあ、めっちゃノリいいんだよね。いつの時代の友達、幼稚園からですね。可愛すぎる、ほんと。こんばんは、初見さんありがとうございます。星ありがとう。ちょ、眠そう確かにちょっと、うん、まあまあまあって感じかな。友達か、そう、好評だった。こんばんは、星ありがとう。結婚して花が一番好きではなさそうですけど、どうですか。星ありがとう。どすこい。こんばんは、結婚して花が一番好きですか。まあでもですよね。こんばんは、お友達と何してたの、ずっと話してた。なんかなんだろうね、何話してたんだろう、何話してたか分かんないんだけど、ずっと話してたよ。なんか何話してたんだろうね、いつもそうなんだよね。ハートありがとう。そう、幼稚園記憶あるっていうか、幼稚園から一緒だね。うん、ちょうどいい声質ですか。子守唄、北野留香さんのファンですか。そうです、北野さんが好きです。かわいい、ありがとう。ハートありがとう。ハートありがとう。私はどうなんだろう、どういうことですか。何何、あーの久しぶりじゃないよ、毎週くらい会ってる。お花ありがとう。恋バナしないな、友達なんかそんな恋愛、なんだろう、興味あるけどみたいな、興味あるけどでも別に今はいいかなみたいな感じだから、全然そういう話しないんだよね。結婚して花が一番好きだよね、信じてるよ。自販機の話しませんいや、かついつもしてくれるから、カラオケとかでいつもバンザイビーナス歌ってくれるんですよ。バラありがとう。
お風呂上がりです。急に今日は寒かったから。え、本当に寒かったよね今日ね。本当にミスったのよ服を。もうさ、本当にミスって寒くて寒くて寒くてって感じだった。ガールズトークっていうほどのガールズトークしてないよ多分。ずっとあのポッキーとプリッツ食べながらこう、なんかさ、え、うまくないプリッツ、うまくね、やばいんやけどこれやばってずっとプリッツ。そう、ハートいっぱいありがとうね。うん、みかんの剥き方マジで楽しみ。ハートありがとう。大学一緒じゃないんだよね。その子はそう結構おしゃれな感じの子。こんばんは、ハートありがとう。前髪切ったの？いつ？いつ？今はいいやって思ってる時現れ、あーそうなのかもね。友達もハナのおかげで髪で状態が分かるようになった。どういうこと？どういうこと？え、どういうこと？ハナの髪の毛ってこと？口紅ピンクじゃない、なんかお透明っぽい。ハートありがとう。こんばんは。そう、今日寒かった。全部食べた、全部取った、食べた、全部食べた、ポテトも食べた。あー、バラありがとう。こんばんは。え、フォローありがとうございますよ。カロ、え、本当にそう、友達にカロリー引き取ってもらった。本当に、あ、ロリーが欲しいになってるんだ。そういうことね。19歳の女子会ってブイッツさん。お、虹ありがとう。友達の買えないなすぎるんじゃない。え、本当にね。で、プリッツ美味しいねって言いながら、え、なんだろうね。おしゃれかな、花。え、みかんの剥き方ね、緊張するけど楽しみ。夜食、え、本当に夜食会みたいな感じだよ本当に。こんばんは、唇乾燥しちゃう人です。本当ね。え、そういえばさ、みんな知ってる？昨日北野さんの配信で花の話してたの知ってる？北野さんが友達とシェアしました。フォローありがとうございます。お、カロリーって書いてあるんだ、ちって。あ、口って使う。え、ね、まつげないよね。こんばんは。そう、乾燥つらい。知ってる？知ってる？やばくない？普通に考えて。やばいよね。え、なんかね、何の話だったか、なんか。え、でもこれはあの、あれですよ。あの、北野さんの口から出た言葉をただ言うだけなんですけど、なんか、あ、なんか12期の子たちとは全然話してないな、みたいな。誰とも話してない、みたいな話から。あ、でもなんかルカのこと好きな子がいるんでしょ、岐阜の子が、みたいな感じだった。はなちゃんの配信しか見てませんが、嘘ですね。いや、そう、なんか、で、なんかお披露目の日にみたいな、お披露目の日になんか舞台袖で泣いてたから大丈夫なのみたいなこと言ってちょっと声かけてくれたんですよね。はん、なんか大丈夫だよみたいな、なんかそういう感じ声かけてくれて、そしたらなんかもっと泣いちゃってみたいな感じの話もしてた。こんばんは、指針？絶対最初花菜の配信しか見てないよ。そう、そうやって言ってて嬉しいなって。え、なになになに、最近友達に倉本花ちゃんってとっちつもなく愛がいてさって話をしてますかって。嬉しいです、ありがとう。何歳だと、え、そりゃ、ね、え、だからあれですよ、あの舞台袖で泣いてたっていうのはあれお披露目の日ですよ。そう、あのもうずっと泣いてたの 裏から。で、なんか私は北野さんが好きって言ってたから、でも多分その時北野さんは知らなくて、それを、そう、それを知らなかったんやね。だからなんかそれ知らなかったから、普通に泣いてたから心配して声かけてくれたんでした。
丈夫みたいな。こんばんは、星ありがとう。結婚して今日2回目。結婚して、え、結婚して、結婚します。ハートありがとう、お風呂ありがとうございます。そうだからめっちゃ嬉しかった、北野さんの配信に花の話が。しかも測ったら8分ぐらい話してくれててくださってて、8分って長くない？いや嬉しい。なんかその12期の話題から含め、花の話題含めたら8分ぐらい。そうすごい長く話してくれてて、あ、測りました、測りましたよ。そう、花が一番ならね、なかった。だって花さん推しって知ってるから。こんばん花ちゃん、こんばん花ちゃんですね。花ちゃんこんばんは、花ちゃんこんばんは。そう測ったんです。そしたら12期とは話してないよみたいな話題からずっと8分ぐらいあって、私の写真フォルダにあります。んメール来た？ふう、そうですそうです。楽しいなら結婚できない俺には無理か。肩に倉本花って掘ろうかな、本当に？せやばいよ、本当に大丈夫？ハップも花、うん嬉しい。ブログ上がりましたよ。一番慣れてやれてる人は楽しそうと思う。あでも あなたのことは結構思ってるかも。10ありがとう。ノーネームでコメント、え、どういうこと？サラが今メール来た？あの日泣いててよかったのかな。なんか緊張でな、緊張あた、なんか泣い、なんて言ってた、なんか泣い、緊張で泣くっていう子を初めて見たから面白かったって言ってた。ハートのバッテリーありがとう、こんばんは。そうお披露目、確かにね、もめめきたよかったです。12期で3番目くらいに好きになってました。え3番目あでも嬉しい、もともと何番目だったか知りたいですけど、やらなくて後悔する、やって後悔しようなって、いや気持ちはめっちゃ嬉しいけど、どうする、ええどうするの、ええこれ何って言われない、誰かに。てか温泉入れなくなっちゃうよ。結婚して、あなんか最近めっちゃ結婚してって送ってくれるよね、ありがとうね。こんばんは、自分の番で泣いてるのか、え最初から泣いてました、そうです。こんばんは、フォローありがとうございます。お見せ写真はタイマーつけて撮ってみた、初めて。感心されたら迷惑なんですか？だったら抱きしめたくなる、抱きしめてくれてもいいんですよ、遠隔抱きしめ、遠隔ハグ。花なんか2番目に大好きです。1番は誰ですか？あココハン、嬉しいです。2番目ではもともとノーマーク、あーまあ確かにそうだよね、フォローしました、ありがとうございます。まあノーマークだよね最初は、だってね何も情報なかったもんね正直。フォローしました、ありがとうございます。プロフ見てます、まあでスマホ小さすぎて打っちゃうよ恋に。遠隔ハグ練習してください。一押しの子も体調が、そうなの、誰ですか、
あ、STU さんの方ですか。他いますよね。知り合いが12期生に岐阜県出身者がいると教えてて興味を持ち始めたと思うんです。嬉しいです、ありがとうございます。岐阜県出身です。19歳の倉本花です。やっほー。花なんか一番好きですけどダメですか。いいですよ、とっても嬉しい。花が一番好きです。え、違う違う、初めて送ったあの回答でよかった。そう、初めてだなって思った。地味にね、初めてよね。初めて感ないけどね。真顔が愛おしい、ごめんね。ちょっとなんか今日表情筋硬くね。初見で仲良ってたインパクト、確かにね、それはそうかも。晩ご飯でさつまいもの炊き込みご飯とさつまいも、いいな。花さ、さつまいも入りの豚汁が好きなんですよね。まあ炊き込みご飯も好きだけど特に豚汁の方が好きです。ハートありがとう。同居の頃から気になり始めた。同居？岐阜県ですか。岐阜県同士仲良くしましょう。同じ岐阜、今日岐阜行った、あー近かったね。じゃあそう、把握してます。怖くて送れなかった、なんで。見ながらだとご飯がごいごい食べますか。本当に、じゃあ今度チャレンジしてみてください。岐阜県出身になりたい。あれ、岐阜県出身じゃないんですか。こんばんは、こんばんは。十ありがとうございます。今日少々自信ない、まあしょうがないです。私笑ってちょっと不細工かも。豚汁美味しいですよね、そういう季節ですよね。お隣です。だるまありがとう。岐阜だけど東濃と西濃は違う。確かにそれはそうだね。ハートありがとう。こんばんは。車の免許ないです。はじめましてなの。はじめましてなの。どんな握手してくれますか。どんな握手だろう。恋人つなぎかな。こういう会いに来てくれてありがとうっていう感じ。似てますか。立線ももかさんですか。ちょっと後で調べてみます。岐阜広いですよね。そういうこと。そんな長く午後を食べるんですか。その後は花の写真を見ながら食べてください。未完全の、はあ、今日未完全じゃん。あ、フォローありがとうございます。え、なんかこのニックネームの中学の同級生いたな。東野に住んでるんですね。今の笑い方よく、え、わかんない。握手行きます。ありがとうございます。こんばんは。絶対握手会行きます。来てください。え、助手席乗りたいです。そうですよ、恋人つなぎです。岐阜って広いです、大きいので。岐阜はでっかい道ですね。車の免許持ってないと、え、困るかな、わからない。結婚して、お、いっぱい、何番目ですか花。お風呂上がりの嫁かも。そうですね、お風呂上がりの嫁かもね。花なんと一瞬だけでも恋人気分になれるということですか。そうです、そうですよ。え、え、同級生かな。そう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 。て、手汗、なんでなんで。未完全、録画予約した、見てね。握手は緊張する、え、なんでですか、どういうこと。行ってください、来てください。握手、うん、え、山奥かな、わかんない、山奥なのかな。
岐阜県の名物ほうば味噌とかしか分からない。握手しちゃうガチ恋しそう。ガチ恋にしちゃう。結婚してギフトねてか、うん、見てますね結構。うん、ハートありがとう、星ありがとう、ハートありがとう、銃ありがとう。モノマネって何？私モノマネなんかできるかな。オンラインいいね、オンラインでお話ししたいね。星ありがとう。うん、ずっと恋人かもね。次のシングルいつになるのかな。確かに何番目の視点。12期で SK 全体です。まあ12期では一番、 SK 全体で一番は結構難しいかも。12期で一番狙います。けいちゃん美味しいよね。岐阜タンメン食べたことないです。未完全のこと忘れてたので助かりました。未完全ですよ。でもロキポでも見れるよね。栗きんとんか、確かに栗きんとんも有名かもね。世界で一番、あ、あれですか、丸豚総本店ですか。丸デブ総本店だったっけ。堀さん、堀美穂さんの行きつけですよね。12期で一番です。ありがとうございます。メホハム岐阜なのあれ。そうなんだ、メホハムめっちゃ好きなんだよね。12期生で一番清楚で可愛いですか。ありがとうございます。そんな清楚かな。12期なら一番だけど結婚できそう、考えときます。こんばんはね。ロキポの配信助かるよね。やった、一押しでいくのは確定、嬉しいです。中津川、私さ本当に地理弱くて、あのどこら辺って分かんないんだよね。五平餅岐阜だと思います。五平餅あんまり好きじゃないんですよね。この前飛騨牛食べた。あ、確かに飛騨牛もか、高いね、お金持ちだね。明宝フランク食べたことあるよ。メホンハム好きすぎて。 SK の人たちあんまり知らないです、ごめんなさい。花ちゃんが一番嬉しいです、嬉しい。 SK から入ったってことじゃなくて花から入ったってこと、嬉しいですね。言ったことないからいつか行ってみたい。来てくださいぜひ。中津川はね聞いたことあるねん、てかいろんなところ聞いたことあるんだって。だからさ自分のところもさ岐阜のどの辺かって分かんないんだよね。星ありがとう、長野に近いんだね。タンメン、このまま配信見続けたら好きになりそうなので寝ようと思ってるのにずっと配信見ちゃってる。それはもう好きですね、もう好きでしょ。高山ラーメン食べたことありますね。明宝ハム焼いてマヨかけて食べたらうまい。その食べ方したことない、焼いたことない、え、あるけど、焼いたことはあるけど。スキンの入り口原田とかめっちゃね、嬉しい。サルボボも確かに岐阜だね。岐阜県ですよ私は。地元中津川市です。いいですね、地元の中、地元の中川。私はどこなんだ。こんばんは、ガチ恋にならない程度で愛しく信じます。ユーノアイドルフェスで、あ、ね、関ヶ原ね、よく言いますよね。出たいです、出たい、12期研究生出たいです。岐阜市と大垣市のどこですか。チョロいのでガチ恋になっちゃう、やばい、なればいいじゃん、ダメなの。こんばんは、多治見、多治見な、すごいちゃんと読めるもんね氏名。はなちゃんのこと考えると寝れなくなりそう。寝て、はなと夢の中でも会えるよ。とくつみの人発見、え、どういうこと、どういうこと。猿の赤、そうだね。こんばんは、仕事でよく岐阜行きますか、近いね。じゃあこんばんは、
フォローありがとうございます。こんばんは。あ、そうなんだ。どうする家康。そうなんだ。星ありがとうね。ガチコしていいですよ。星ありがとう。ジーキもフェスとか出てたから全員ね、何かあるといいな。こんばんは。サッカー見に行ってないですね。あ、握手か特会で教えてください。毎日花菜は終わりですか。今のところ終わりだと思ってますね。なんかもうちょっと余裕ができたら毎日したいですね。また出てきます。うかいのうのようにうって言いますか。暇でつながれてる。はい、紐でつないでいいの。糸、赤い糸でつながってますね。お疲れ様です。倉持さんは沼属性が高そうです。本当？そんな沼るかな。うん、こんばんは。ハートありがとう。FC ね、FC ね、出たいですね。ガチ恋はガチ愛だけなんで、できるだけ。ああ、確かに。私も結構さ、何ですか？女性のアイドルが好きだけど、結構、リア子っぽくなっちゃうこともなくもないんですよね。だから気持ちすごくわかります。ハートありがとう。無理しないって。出演料払うのに無理するけど。いらないです、出演料。充実、大丈夫。いつでも出ます。充実しててないのよりです。はい。充実してます。こんばんは。ムマヤ。そうなんだ。大学生って意外と暇な時間ないよね。ない。意外と時間ないの。ジュありがとう。待ってて息継ぎしてません。してます。配信ないときは過去の配信見て、そうなんだ。めっちゃいい。時間の使い方。黄色と緑の糸でつながってます。確かに。あ、どうもありがとうございます。ハナの配信は毎日の癒しですか？嬉しいです。お眠そうでとても可愛い。ちょっと眠いかもね。お疲れ様です。一押しの子も乃木坂のミーグリやってる。乃木坂さんのミーグリね、まだ行ったことないんですよね。二度目の訪問ありがとうございます。ペンレートから決まってますよ。おう、黄緑と黄色です。ハートありがとうね。結構今日はトーンも優しいですよね。文系なら大学は3年生に暇になってほしいです。本当に最初の頃だとだいぶ変わったよね。なんかさ、こんばんは。ハートありがとう。こんばんは。なんか私 YouTube でも12期研究生って調べて見てるんですね。したらなんかある方の YouTube でそう、ハートありがとう。はあ、のみーさんの、あ、小木さん大好き。小木さん大好きで、そうですね、最初からちょっと目がトロンとした感じ。いやん、黄色と黄緑ってなんか間違え、そうなんかな。1日8時間だいぶ寝てんじゃん。未完全で黄色と黄緑振りと振ってください。え、あんまり学校行ってなかった。え、どういうこと、どういうこと。I love you. ありがとうね、くまちゃんの。おぎそうさんじゃない、おぎさんです。おぎはなさんです。星ありがとう。緑と黄色でも、でもまあまあまあ、わかるっちゃわかるね。黄緑色いやだから、あ、テンション助かる。ほんとなんかある方の YouTube でなんかはなの配信を1回しか見てないのかな、その人は。わかんないけど、なんかもうなんか倉本さんは大学生っぽくないみたいな、なんか最年長組は奥野さんと
高村さんで、中学生がみやびちゃんとさつきちゃんとみゆちゃんで、それ以外はなんか何でしたっけ、高校生っぽいテンションみたいな言われて、まあ確かにそうだったんですけど。めっちゃ好きですか、いつも好きですか、だけどこれが特に好きってことですか。エゴサしますよ、こんばんは。幼い、なんかそのあれってもう完全に画面にぶりっ子キャラって書かれてました。そんなぶりっ子じゃないんですけどね。まあ好きでいてくれる方のことが私は好きなので、みんな大好きですよ。遅れてしまって大丈夫です、ありがとう来てくれて。幼く見えるかもね、初回テンション高かったよね、わかる。好きだよ、ありがとう。そうぶりっ子じゃないんだよね、ぶり、まあ、ぶりっ子は私好きだけど。え、そうだよね。ね、りょうもいだね。そうそうそう、みんなが好きって言ってくれるからいいんです。こんばんは、ぶりっ子でも何でも構いません、本当に。ぶりっ子ではないな、だって別に自己肯定感高いわけでもないし、なんやかんや言って割と大人なんですよね、考え方とか。ハートありがとう。結構大人なの、大人っていうか相応なの、年相応なの。好きになった子が好みってことは花が好みだね。あざと可愛くなれるといいんだけどね。メール読むと大人なの分かる、どういうこと、どこら辺が。そう確かに考え方大人でしょ、割と。あざとや褒め言葉、うん、褒め言葉として受け取ってる。だからあんまり見てないのかなって思ってるよ、あんまり配信見てないのかなって。そう大人の女です。星ありがとう、こんばんは。パッと見ただけで伊藤は、まあ確かにね、確かに確かに。まあどんな人、なんか全員から好かれることなんて無理だと思ってるので、二度目の方もありがとうございます。ゆりかじゃない、あーそう感受性、本当にそうなの、私感受性が本当に高いと思う。可愛い、ありがとうございます。ハートありがとう、結婚してありがとうございます。一番好きですかね、チェックチェック。一番ですか、きっと。うん、そうなんだよね。そうなの、そう喜怒哀楽めっちゃはっきりしてるんだよね。そうなのよ、だから怒ったらめっちゃわかるかも。でもあんまり怒んないんだけどさ。え、可愛いって言ってほしいよ。ハートありがとう。僕は自分の目に映ったものしか信じないタイプです。花なんは可愛いので、そのありがとう、嬉しい、流れれば。何も考えてない人ですか。え、でもそれが楽ちんだと思いますよ。そう喜怒哀楽めっちゃはっきりしてる。でも怒らないから、そんなに。こんばんは、こんばんは、こんばんは。初見ですか、ありがとうございますね、ありがとう。みんなね、花のこと好きでここ見に来てくれてるんだもんね、ありがとうね。花も大好きだよ、めっちゃ可愛い。ありがとうね、花の切れさせたら大したもんですよ、本当に。
基本的にはなんか、あ、まあ事情があったんだろうなとか思うから、ドタキャンとかされても怒んないかも。悲しいなと思うけど、でもまあでもその人もそれくらい大事な事情ができたんだろうなとか思うからね。星は分かんないけどなんとなく分かりますね。推し変？怒るというより悲しいかもね。ハートありがとう。でもなんか、そうだね、悲しい。怒りはしないかな。こんばんは。何、知らない、幼いなんてってこと。え、嬉しいの。単に可愛いだけじゃない魅力は少しずつ分かってきたような気がします。嬉しい。え、可愛いとも思ってくれてるの、嬉しい、ありがとう。ね、推しに怒られたら嫌だよね。そうだよね。あ、ありがとう。悲しませることいたしません。甘やかし続けます、ありがとうございます。怒られたら泣いちゃう。でも確かに花も推しに怒られたら嫌だなって思う。支援だけはしませんが、ありがとうございます。アイス食べられても怒らないよ。だからなんか怒るっていうよりも悲しいってなっちゃうの。なんか、ああ、アイスなくなったってこんばんは。毎日花なの終わりますよ。無視されると高い。確かに無視やだね。怒られるのもご褒美。え、でもなんか嫌われちゃったかなって思っちゃうからね。おしましは適度にしておかないと。え、本当にそうですよ。ねえねえ、間違って他の例に並んでます。あ、そうなんですか。自己肯定感を上げる言葉しか言わないアプローチだと思ってます。あ、そういうこと。あ、みんなおってこと。いや、それはないですよ。学校の後輩にジュースとか怒らない。え、どういうこと。あ、おごらないってこと。学校の後輩？今1年生だから後輩はいないでしょ。あ、そうなんですか。それで離れてたんですか。学校の後輩、え、学校の後輩、後輩ね、かわいいよね。学校の、やっぱりね、そう、そのね、来てくれないといけないんだよね。誰でも。あ、そうも、ありがとうございます。お、かわいい。今何時か分かりますか。こんばんは。そう、自分から話しに行けないのね。緊張しちゃってね、なんかうざがられないかなとか思って頑張って。そう、でも今日で終わっちゃう。毎日配信大喜利、倉本花が怒った。なぜ、確かになぜでしょう。大喜利開始13分か、ありがとう。ありがとう。ハナちゃん遊ぼう。キャプテンボイス。コハッピーですね、コハッピー。ハナのこと見つけられてよかった。ありがとう。オタクどもにしっかり宣言してください。どういうことですか。何を。何を。ハナのアイスを食べちゃった。ああ、そういうこと。怒らないよ。今日で終わり。あの、あれです。
なんかブログを忘れちゃったから毎日やってたんですけど、今日ブログ上がったので、先輩には積極的に話しかけ、そうですよね。どうもありがとうございます。お友達が配信をなんですか、邪魔したですか。それは怒らないですね、別に。エコはツンツンした。おお。こんばんは。あ、こみちの偶然がすごい。鼻をすしての心得、え、なんだろう。花のことを1日5回は考える。そうそうそう、リコーダーを勝手に吹いた。私 もっと配信するよ。ごめん、止まったよね今。週3くらいはする。あ、めっちゃ止まるじゃん。ちょっと待って、 OK。 たまたま泣いてる花の見つけると。こんばんは。あら、お揃い。こんばんは。5回でいいの？どういうこと？あ、考えるの？もっと考え、いや、もっと考えてくれるのは嬉しいです。でも最低5回ってことで。やーちゃんが花田のエクボ羨ましい。そうなの？やーにゃんが24時間花のことが、24時間はさすがにきつくない？だってさ、仕事のことも考えなきゃいけないし、もしかしたらさ、その奥さんとかお子さんとかいらっしゃる方もいるかもしれないから、そのやっぱりさ、私生活っていうのあっての推しなので、わかりますか？推しを第一優先にしてしまったらね、悲しむ人もいるかもしれないですし、やっぱ自分の身近な人を一番大切にしてください。なので、そうです。ごめんね、止まったよね。30回は考えてる？嬉しいです。あ、メールの返信してるけどとか、ありがとうね。5回が4回考えて読みたいってこと、あ、9回ぐらい考えてくれてるってこと。そうそうそう、まあね、単身赴任ですか。単身赴任なんだ。でもあれですね、花のお父さんも単身赴任だけど、結構毎日のように電話がかかってくるんですよね。だからとか、お仕事、あ、でもお仕事のだから癒しとかになってればいいなって思います。その、そうです。そう、現実的っていうか、まあそういうものですよね多分。全編集、うん、結構ね、編集してくれてるよね。仕事より花なんか考えちゃうとき、仕事してください。だってさ、私とお話しするのにもお金がかかるわけでしょ。それにわざわざ来てくれるだけでも結構ありがたいから、本当に。そう、パパはね、海外だよ、台湾。そう、この配信はやっぱり癒しになって、無料だからさ、癒しにしてほしいよね。毎回癒されてて幸せ、大好きしかない。花も大好きだからお話できて嬉しい。白生タタ、あれじゃん、あの夢の国のアイドルさんは太陽みたい、高熱そうなの、高熱だし、あ、そういう考え方ね、なるほどね。ありがとう、こちらこそありがとうだよ、いつも。娘は毎日送迎します。めっちゃ素敵じゃん。
めっちゃいいな。こんばんは。大好き言うときメンズメッセージなの好き。それ大好きですからね。こんばんは。プライスレス。そうそう。あ、でもそれはそうだね。推しのことを考えるだけでそういうことを抜ける。本当にそれはそうだね。なになに。花より年上なんだ、娘さん。え、でもめっちゃ優しいね。お疲れ様です。こんばんは。え、ね。問題ない心配ね。うん。知ってるよ。あの、そのアニメ見て育ってる。あー、実家にいたらこんなに男が、確かに。え、みんなってさ、奥さんとかに言ってるの？奥さんいらっしゃる方ってさ。こんばんは。花のファンになった人何か言う。本当？本当に嬉しいな。パパの気持ちわかるから。ああ、そういうことか。言ってない？まあ言わないか。奥さんドライヤーしてますの。え、なんかすごい幸せそうだね。いいな。もう満点。お嫁さんがいない人は花が お嫁さんみたいなもんだね。あ、どうもありがとうございます。そうだね。花なんて1学年しか変わりません。え、何歳なんですか。パパには SK になるとき報告。なんて報告。あ、なんか合格通知が来たよって言ったら、なんか何ですか、お金を絞り取られるんじゃないかって言われましたけど、そんなことはなかったです。一人身近なのでオタ活できる。確かにね、しやすいよね。オタ活息子しかいないのでメンバー娘っぽ。あー、確かに。ハナナンルームの最年少記録更新。え、ね、あ、20歳なんだ。若いね。12個下に小学生の妹がいます。お、ハナと変わん、あ、変わんなくはないけど、ハナも9個下に妹いますよ、小学生。会社の人たちに知られてってる。あ、SKE が好きっていうことですか。10ありがとう。パパから SKE は違うんだよね。怪しい事務所っていうか、普通になんか、あの、こういうことが初めてだから、あの、なんかだからレッスン費とかかかるんじゃないのとか。でも取られないし、そう、妹いますよ。全然いい環境でアイドル活動させていただいてますよ、とっても。いや、パパはね、何も言ってこない、別に。特に何も言われないです。しかもだから一緒に住んでないからね、今単身赴任行っちゃってるから。そうそうそう、そんなグループじゃないんですよね。そんなグループじゃないよってちゃんと説明をしました。妹 SK に入るの、え、どうなんだろうね。妹そんな入れるもんなんですか。お家にいないとママさん大変そうだね。でもまあ妹と花しかいないからね今。お母さん何か言ってる。こないだブログ忘れた時めっちゃ怒られた。協力的です。ボム5冊くらい買ってきてくれました。なんか親戚に配るようにって。学校帰りの週一。そっか、確かに確かに確かに。まだ生のステージ見たことないですよ。パパになりたい人生でした。いいじゃない、娘さんがいるんだから。広島の、あ、そうなんだね。お母さん怒られた。
パパはね全然帰ってこれないから、帰れないと思います。そうそうそう、配るように。え、パパどんな仕事か分かんないんだよねあんまり。そう、遠いからね、飛行機じゃないと帰ってこれないから。手つなぐとグループ喜ぶやん。じゃあ私からビリーズベアン、うん、なしでも全然平気。なんでむしろあるのって思っちゃった。私ないと思ってたんだよね。パパ今年の就活も帰ってこれないって言ってた。え、なんかさ、さっきのアクターズスクールのコメント見て思い出したけど、あのあれなんだよね、ゼストのさ特待生オーディション受けたことあるんだよね。あー、三重か、近いね結構。ブラック企業じゃないよ。パパ、そうね、忙しいね。山奥なんだ。じゃあ俺が帰るわ。来てくれるの？特待生はね、なんか仮合格みたいなやつだった。なんか合格と仮合格と不合格があるんだよね。正月とか、いやどうなんだろう。あ、でも台湾だからチャイニーズニューイヤーかな。そう、スカウト、わかんないんだけど、特待生オーディションってやつがあったんだよね、事務所の。ずっと落ちてすけ、そうなんだよね。だからそれもあって私受かると思ってなかったんだよね。一回その特待生オーディション、その仮合格になって、なんかそう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 、だからその時あの学校行けてなかったっていうのもあったから断っちゃったんだよね。辞退したんだけど SKE 合格できてありがたいです。旧正月多分ジャニーズニューイヤーだよね。テストは私は歌唱審査だけだったかな。初見です、嘘ですよね。うん、そうだね。一日ずつ以外に休み、多分ね。フォローありがとうございます。そうそうそう、結果的に良かったです、受かりました。 SKE48 受かりました。こんばんは。なんか声が出なくなってきた。なんか本当に幸薄そう。SK じゃなかったら他のアイドルグループどうだろう。でも年齢的にも結構ギリギリだったからもう目指してなかったかもね、もしかしたら。28分、結構やばい、半までにしようと思ってたけど。認知されないと思って、あ、そうなのかな。あなたのことは認知してますよ。一緒に幸せになろうね。うん、幸せにしたいし幸せにしてほしい。乾燥してるからかな、今結構乾燥してないんだよ、プルプルだよ。眠そう。はなちゃん覚えた、ありがとう。はな覚えた。そう、多分 SK じゃなかったら受かってない人とか話す機会がなかったかもしれないよね。よかったよかった、話したことないです。ココナさん
鈴木さん認知しました。今日であなたの幸せが一番。ビッグラブで溢れますね。プルプルです。ニューメンバーが増えたことは嬉しいですね。ありがとうございます。入れてよかった。一番近道ですけど、どういうことですか。ハートありがとう。ないです。てか先輩とあんまりお話ししたことないです。お話ししたいですね。でもなんかあんまり会う機会がなくて。可愛いギフメンバーばかりでよかった。いや先輩方ほんと可愛いですよね。カナも仲間入りできるように頑張ります。いやレッスン上で挨拶するくらいです。こんにちは、お疲れ様です。とりあえずみかん当ててください。当てます。当たれー当たれー当たれー。ね、公園出たいですね。そんな教えてくださいなんて言えないですよ。まだ当ててください。こんばんは。待って待って、今何時何分ですか。ちょっとお茶飲んでいいですか。じゃあ急にさ、喋ったことない後輩に教えてくださいって言って怖くないですか。家で踊ってますよ。32分。ちょっとお茶飲んだら団長読みます。ちょっと声が出なくなってきた。これあれだ、絶対お風呂で安室奈美恵さんのヒーローを熱唱してたんですよ。絶対それが原因です。次の12期生のパフォーマンスはオープニングアクトじゃないですか。あ、2分間 MC ないですね。確かに X 日記用とみたい。ありがとう。明日学校です。そうですそうです、絶対そうなんですよね。出ます出れますかね。出たい。15日あ見ました。 K2 公演ですよね。来てくれ。いやほんと最大何してるんって感じですよね。でもあれがすごい流れてくるんです。ニップオーディションサバイバルオーディションみたいな。何ね、ほんとにね2分間撮ってないです。こんばんは。じゃあなんか見てるっていうかね、ニップのがすごいなんか日部ニップニップあれなんですよ。 TikTok で流れてくる。明日早いです。朝6時起きです。一人ごつサイリウム見つけます。じゃあこんばんは、ありがとうね。こんばんみーこんばんみー。さあ壇上読みましょうかな。はい、13位が灰色の探偵猫ちゃん、12位がテニスボール、11位が女の子の人形。おはぞうもありがとうございます。そう12期誰も見てない。え、そうそうなの、見てないよ。花もちゃんとは見てないけど曲の部分だけ見てます。11位女の子の人形、10位がパンダ、9位が初めてですか、ちくわパンダ、ちくわ犬ですか、犬。8位メロンパン犬、7位ひよこの着ぐるみ、6位緑の押し打ちは、5位マイメロちゃん、4位
カステラ、猫のカステラ、あ、池田さんのアイコン。3位がパンダ、2位が猫の小判のやつ、1位がキョムヒヨコです。ありがとうございます。今日もスクショタイムはいりますか皆さん。今日は幸薄そうですけど、あ、リアルに壇上見てます。そうですそうです。カステラニャンいりますか。壇上コメントなしで、どういうことどういうこと。ボムどんなポーズしてました。ヴィーナスですか。壇上コメントすると、あーなるほどなるほど、そういうことか。こういうこと。おちまい取れた。おちまいです。おちまいおちまいおちまい。やばいやばいやばい、あやばい、宇宙人みたいな顔になっちゃった。分かった、コメントなしの意味分かった。アイドルっぽいかな。そう、可愛すぎ、可愛すぎですか。ちょっと今びっくりしちゃった、さっき自分の顔、目を開けないとと思って。こんばんは、終わります。今日も配信見て、え、スクショしたの。ちょっと事故だった、おやすみおやすみ。明日からは週3くらいの頻度でやります。おやすみ、みんなおやすみだよ。またな、おやすみおやすみ、大好きだよ。チュ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 、おやすみねー、またな、おやすみおやすみ、バイバイ。バイバイ。